すごく嫌な予感がする。気をつけてね。秋月、撃沈しちゃいましたね。少ししか乗っていませんが、やっぱり悲しいもんですね。あのままスコピアム艦の攻撃を受けていたら、考えるだけで震えが止まりません。はあ、緊急脱出なんて訓練以外で体験するとは思ってませんでした。準備は万端だ。中は複雑そうだな。案内頼めるか？はいはい、さっきまでいたから任せて。全ての敵を倒したわけではなさそうだな。まだまだいるようだから注意して進むぞ。目ざといな。この奥は上り下りする仕掛けがあったはずだ。上り下りする仕掛け？エレベーターか？ただの転送装置よ。対象を発見。ラッキー！フルパワー。
よし。ラッキー。ラッキー。対象を発見。総員、戦闘準備。皆さん、気をつけて。まだ一人。警告。エネルギー残量。活動停止。小型生体反応を検知。何者かがいるぞ。無益な戦いは避けない。無益な戦いは避けない。エネルギー残量不足。ラッキー。
けど、まだまだいきますよね。こっちだ。消える。エネルギー残量不足。まだまだ行くぜ。出力構成反応の消滅を。ラッキー。《面倒だけど、この転送装置で一度上層に移動してからターボリフトを使うわ》このターボリフトを使いましょう。大佐たちはまだ最下層にいるはず。館内に使えそうなものがあれば持っていって構わない。
ラッキー。対象を発見。ラッキラッキー。ラッキー。小型生体反応を検知。ラッキー。いい子だ。これが無敵の勝利。
残量不足。死ぬわけにはいかん。頼もしいな。対象を発見。対象を発見。ラッキー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 。よっ。対象を発見。はい。ラッキー。
油断するな。頼もしいな。一気に行くぞ。どう逃げ場はどうだ。光性反応の消滅を確認。警戒態勢を。無益な戦いは避けたい。よし。戦闘機警告。エネルギー残量不足。見たか。決める。制圧。危ないで。敵。よし。来なさい。来なさい。来なさい。外せろ。光性反応。よし。活動停止。戦闘に備えてください。無理しないでくださいね。気を抜かない。まだまだ待てるぞ。いけるぞ。前方に光性反応を検知。ここにいるようね。一体何をしているのかしら。客人が来たようだ。入ってもらえ。大佐、ガストン、陛下。あれがデランジェとガストン。素晴らしいな。一生命体が星の海を行く船を落とすか。
見てきたように言うじゃないか。お前が秋月を攻撃させたわけでもないだろう。そう取ってもらっても構いませんよ。スコピアムが融合前の他者の要求を聞いてネットワークに無関係のものを攻撃するなどということはありえない。一体どういうことです大佐。なぜこれほど陛下がスコピアムのことを。簡単なことだ。デュマ、あれもデュマ。これは惑星ビープスに派遣されたデュマです。私たちが母性を脱出するときにもついてきたものですよ。そんなものがあるなんて私は知らない。大佐、ガストン、一体どういうことなんです。融合が望みか。その二人にそそのかされやがったな。私はベランジェとガストンがもたらしたスコピアムの理念に強く惹かれた。そしてこれは私が望む未来そのものだと確信した。だから私はデュマにこの世界の人類の適合可能性を探ってもらい、いつかはこの星全ての人類がスコピアムと融合する。レティシア王女、そなたとゲラルトはあの婚礼の日栄えある先駆けとなるはずであった。まさかオーシリアスやニルベスに攻め込んだのは世界を征服して全ての人々をスコピアムとの融合に巻き込むためだったとでも言うのか。征服、巻き込む、悲しい誤解だ。融合は究極の生命進化の道。帝国臣民のみならず王国の民をも幸福へと導く。そんなことはありえない。ニルベスの民を誰一人としてそんなことは望んではおらぬ。望むと望まざるとにかかわらず、もはやそうなることは運命だ。現に今こうしてスコピアムの総統閣下が私に迎えをよこしたのだからな。総統？機械生命にも王や皇帝みたいな親玉がいるのか。スコピアムに総統に類する指導者階級は存在しない。特別なデュマよ、君が知るスコピアムが全てとは限らんのではないか。ありえない。それもまたスコピアムの姿なのだ。そうだろう、ベランジェ、ガスト。そんなこと。ドラさん、しっかり。そんなことありえません。では、貴様らの旅はここまでだ。これ以上は陛下の邪魔となる。総統の迎えが来るまで遊んでやれ。御意。はっ。大佐！まだまだ行きますね。冷静にあの方を見つけたせいか。冷静なあの巨大の視界を反応するのに困難。冷静なあの巨大の視界に任せ。これって何だ。この先は行かせない。こちらも忙しいんだね。そろそろ追い込まさせてもらいますよ。これがスコピアムと融合した力だとでも言うのか。人一人の手には過ぎた力だ。ボルドール、なぜこのような力を欲する。人一人には過ぎた力。その通りだ。
私は、そしてゆくゆくはこの星すべての人々は、スコピアムによって人間を超越し、神の力を手に入れるのだ。神の力だ？オルドール、あなたは。時間だ。転送しよう。逃がすか。また会おう、愛しい我が子らよ。くそ。兄貴か。レイ、無事か。あと1時間でそちらに着くぞ。わかった。到着したらもう一度連絡をくれ。こっちは全員惑星地表だ。そうか。今そちらの周回軌道から例の未確認艦が悪空間ワープに入るのを確認した。何かあったのか。それも後で話すよ。わかった。とにかく待ってろ、アントニオ。オーバー。レイ、私を連れて行ってくれませんか。ボルドールを追うのか。少し違います。私は王国を、いえ、この星を守るために生きたいんです。ボルドールがこの星に住む人々を融合しようとしているなら、私はこの星に住む一人の人間として感化することはできません。とりあえず一度王都に戻ろう。レイ。わかってる。ただここで兄貴が来たのをいいことに、お前たちを連れてったら単なる誘拐になっちまうだろう。そういうことをするとうるさいやつがいてな。誰のことですか。だからな、出かける準備はきちんとしようぜ。わかりました。レイ、大丈夫？ああ、俺たちは大丈夫だが、何をどこから話せばいいやら。とりあえず一度外に出るから合流しよう。準備完了だ。兄貴、俺たちが見えてるな。よし、今から3分後に収容してくれ。これは…レティシアたちの気持ちは分かった。だが俺たちも国王陛下やマーキス先生とはいい関係を続けていきたいからな。分かりました。外出許可を取ってきます。ああ、そこを押せば連絡がつくようにしてある。そうしたら
宇宙に行くメンバーを集めて人気のないところでな。わかったわ。待ってるぜ。え、久しぶりの我が家って感じだな。よっ、本当に無事だったな。それで帰って早々どんな無茶を言い出すつもりだ。まだ何も言ってないだろ。そちらの4人はお前が乗ってた連邦艦のクルーだろう。レティシアさんとアベラルドさんがいないのはどういうことだ。まさか弟の命の恩人に挨拶させない気か。マリエル、サユリ、パイク、カシムだ。みんな、俺の兄貴アントニオ・ローレンスだ。マリエル・エル・ケニー中尉です。銀河連邦所属艦アストリアの副長です。アストリアってイーダスを落とした。ちょっと待った、そういう話は後回しだ。とにかく今は飯と、あとコーヒーを頼む。みんな行こうぜ。一度聞いただけじゃとても理解できんが、とにかくお前たち全員よく無事で生きてたな。仲間のおかげだ。しかし連邦はそれだけのことをやらかして、しかも勢力外に航中艦をうようよさせて、まさかベグワルドとことを構えるつもりなのか。さすがにそんなことは。でもマリエルを問い詰めたって情報は出てこない。今はわからないことが多すぎる。まずは仲間たちを待つ。出発はそれからだ。当たり前のように出発って言いやがったな。ああ、それなんだがな。マリエルさんたち連邦士官、その上アスター4号星の人まで乗せて、そのスコピアム艦とボルドール皇帝とやらを追うってか。アントニオ、やっぱりダメ。お前たちの恩人のためだ。ローレンスファミリーとして否はない。その代わり艦長役はレイがやれ。こんな話俺の手には負えん。アルダスの所言はイーダスと変わらないからできるだろう。任せろ。ついでに親父への言い訳もよろしく頼む。ふざけろって。それじゃあエルシアさんたちから連絡が来るまでは待機だな。マリエルさんたちの部屋もすぐに用意させよう。少し休むといい。さすがに少し疲れたな。マリエルたちの様子も気になるが、久しぶりの見慣れた船、ベッドでぐっすり眠るのも悪くない。居住区で一休みするか。この輸送艦の飯は豪華ですね。ずっとレーションばっかりだったので最高のごちそうです。この状況下でお腹いっぱい食事ができるカシムのメンタルが羨ましいです。コーヒーは連邦と変わらない味なんですね。どこさんなんでしょうか。アントニオさんが柔軟な方で良かったです。船から追い出されてもおかしくないと思っていたので。
ントニオさん。おかえりなさい、ローレンスロジスティクスのこだわりの品々、ゆっくり見ていってね。サンキュそう、先が設定されてないからどこにも行けないな。レティシアたちの出発の準備はしばらくかかるだろう。今は居住区の部屋で一休みするか。繋がっていたかもしれないんだぞ。兄さんだっていつもいい加減じゃないか。実家じゃ警察に通報されたんだぞ。地上でとんでもない大立ち回りをしたんだ。少し休んでおけ。レイの無茶に慣れているアントニオも今回ばかりは驚いたようですね。レイの無茶。こちらブリッジ。こちら。入ったばかりの新人も見ていますし、しっかり手本にならないと。
ほとんど同型艦なんだし、イーダスん時と同じ部屋使えばいいか。一本向こうの通路だな。始めようぜ。こいつでとどめだ。よっしゃ。私としたことがついはしゃいじゃった。そっか、これがアスター仕込みのデッキなんだね。休憩中なんだ。一戦どうだい？少し休んでおくか。
連絡が来ましたよ。とりあえずブリッジに来てください。レティシアたち、もう準備が済んだのか。早くブリッジに行って通信に応えてやらないとな。レティシア、準備はいいんだな。レイ、ええ、みんな集まってるわ。転送収容を開始する。目立たないところにいろよ。兄貴、俺の仲間を紹介したい。転送室までお姫様たちを迎えに行こうぜ。我が家へようこそ、お姫様。これがレイの船。テラヌスとそんなに変わらないだろう。でも全然違う。すごいキラキラしてる。こっちは稼働中だからな。兄貴、レティシア王女だ。レティシア・オーシリアスです。改めてよろしくお願いします。よろしく、アントニオだ。レイ、お前こんな綺麗な人とずっと旅してやがったのか。そんな。さ、仲間の皆さんもとりあえずブリッジへ。すぐに出発するぞ。あれがレティシアたちの星だ。アスター4号星。あれが私たちの星。私たちの世界。あんな狭い場所で争っていたのかと思うと、我が身の小ささに情けなくなるな。ええ。でも、とても綺麗。違いない。さて、それじゃあそろそろ出発だ。エルナ、クロエ、マリエルさん。はい。なんだか久しぶり。なんとかやってみます。頼むぜ、アルダス。クロエ、軌道離脱だ。水力4分の1。軌道離脱します。水力4分の1。軌道離脱。通常空間航行中。各部オールグリーンです。さてと、まずはボルドールたちを乗せたあの船を追うってことでいいな。戦うつもりか。アルダスじゃとても太刀打ちできないぞ。そうだレイ、これをドラさんから渡されたの。テラヌスでスコピアム艦とマリエルさんの船の戦いを記録したものだそうよ。何かの参考になればって。ありがたいな。早速解析に回そう。もともと正面からやり合うつもりはないんだ。だがこういうデータを一つ一つつなぎ合わせて、あの船の目的を突き止める必要がある。普通に考えれば彼らの母性があるのではないでしょうか。そこに帰還したと考えるべきでは。スコピアムには母性の概念と合致するポイントは存在しない。そうなのですか。スコピアム生命群は銀河中にネットワークを構成しながら、人工コロニーや宇宙基地の間を巨大宇宙船のようなもので放浪している。つまりそれを母性って言うんじゃないのか。いえ、この場合その基地や宇宙船もまたスコピアムという一個の生命体なのでしょうね。その通りだ。で、あいつらが行きそうな巨大生命体さんにどこか心当たりはあるのか。
あのガストンという男は私の知るスコピアムと異なる因子を多く内包している。私の予測の正確性は極めて低い。おいおい、せっかく星を飛び出したのに当てがないのはごめんだぞ。遠距離センサーで航跡を捕捉できないのか。すでに遠距離センサーの範囲を抜けているようだ。おいおい、なに慌てるな。何かが遠距離センサーに引っかかった。奴らかもしれねえ。クロエ。いえ、これは連邦艦です。距離およそ36時間。もしかしたら私やセユリたちを捕まえに来たのかと。ミシちゃん、アスターに向かってる感じじゃないな。一か八かコンタクトしてみるか。そうですね、アストリアと違って存在を隠蔽していません。この距離ならアルダスの足でなんとか逃げ切れます。大丈夫かしら。向こうもこっちを探知してるだろう。だんまり決め込む方が危険だ。兄貴、ヘイブンでコンタクトを。了解、通信回線開くぞ。向こうもすぐに受信した。スクリーン出るぞ。こちらはベグワルド所属輸送艦アルダス、艦長のレイモンド・ローレンスだ。機関の所属は銀河連邦所属戦闘専用艦ベラガル、艦長のカーティス・オルドリッジ大佐だ。まさかローレンスファミリーの一員とこんな辺境で会えるとはな。光栄だ。面倒な挨拶は抜きだ、カーティス大佐。機関の航行目的を伺いたい。本艦は任務の目的地へと急いでいる。反連邦の立場を取るベグアルド船籍の艦長に目的を告げるわけにはいかない。なるほど、機関の進行方向が我々が追跡するスコピアム艦の進行方向と同一なのは偶然と考えていいのかな。その名をどこで。先日我々はアスター星系に侵入したスコピアム艦と交戦した。当該艦には銀河連邦所属惑星ビープスの軍人が搭乗したことを確認している。レイモンド艦長、我々は情報を交換するべきかと思う。機関とコンタクトを取りたい。拒否する。つい先日連邦戦闘艦の違法な攻撃により自分が運航していた輸送艦イーダスが撃墜されている。アストリアのことだな。違法なクローキングデバイスと予告なしの攻撃を行ったと聞いた。ほう、機関がそれを承知しているということはもうアストリアは処罰されたのか。アストリアは現在逃亡中だ。連邦の最新鋭艦が逃亡。当艦は決してアストリアのような無法はしない。この更新記録はすぐにベグワルドに送信してくれて構わない。当艦は緊急任務の目的地に急行中だが、今は少しでもスコピアムに関する情報が欲しい。いいだろう、ランデブーポイントを送信しろ。受信し次第コンタクト予定時刻を返信する。オンに切る。機関の航行の無事を祈る。オーバー。ランデブーポイントの座標を受信しました。到着は10時間57分後です。レイ、いえ艦長、私はあの人のことを信じていいと思います。これで何か手がかりが得られるかもしれないわね。お前は逮捕されないかどうかも心配しておけ。まだ相手が本当に信用できるかどうかはわからないんだからな。逮捕。そうか。とはいえ約11時間後か。よし、みんなも交代で休憩しろ。あの、私たちは。おっと、それじゃあ皆さんには俺が艦内を案内しよう。艦長はレイモンドだが、アルダスは俺の持ち物だからな。はい、よろしくお願いします、アントニオ様。さて、
兄貴たちはどうしてるかな。こちらブリッジ、どうした。アスターの方たちはみんな初めての航宙艦にはしゃいで惑ってしまっているみたいですね。入ったばかりの新人も見ていますし、しっかり手本にならないと。ねえねえ、今度二人が非番の日にどっか遊びに行かない？よう、兄貴が失礼な真似してないか。アントニオ殿はお前よりもずっと紳士的だ。そりゃどうも。どうだアルダスは、何と言えばいいか。なんかすっごい、何がって言われるともう全部すごい。生活に関わること一つとっても全くの別世界、別次元だな。すごすぎて何かを参考にしようという気も起こらん。こうは言うが、目を離してすぐフラフラとどこかに行こうとするのでな、ミダスの足止めが大変だ。大変な旅に出たということは分かっているんですが、ラーカスで聞いた話を実際に体験できて、私今とても楽しいです。そりゃよかった。艦内は自由に動き回ってくれていいからな。わからなかったら兄貴でも誰でも質問してくれ。それからクロエ。何ですか艦長。こんな感じで呼びかけがあった時は指示通りに動いてくれ。わかりました。居住区にはそれぞれ部屋を用意してある。ヴェラガルフと合流するまで休んでくれていいからな。お前の家は星の世界では名家なのだな。お前が名家出身、お前がか。カーティス・オールドリッチ大佐のことを調べました。歴戦の猛者という感じの経歴です。何か。レイもレティシアさんたちにしっかり宇宙のこと教えてあげてね。ビープス宛ての積み荷の処遇どうしましょう。ビープス本性とのコンタクトが取れない以上、配達不能として破棄される運命です。ですがせめて同じ惑星出身のロラさんにお渡しできればと。持って行ってもらえないでしょうか。自分の故郷に帰れないというのはとても辛いことです。だからせめて。どこやったかな。レティシアさんたち、先進文明にかなり戸惑っているようだが、じきになれるだろう。目に入るもの全てが見たことのないもの。腕が鳴るぜ。仕事終わりの一杯のためなら俺は何だって頑張れる。ミダスがさっきそこを押したり引いたりしていたが大丈夫か。必要なら縛りつけておくが。
アスターの方たちはみんな初めての航宙会。了解。ねえねえ、入ったばかりの新人も見ていますし、しっかり手本にならないと。レイモンド艦長からもミダスさんに機関室のものを触らないように言ってください。連邦艦が現れたって聞いたときはさすがに俺たちを捕獲しに来たのかと。私は騎士として姫がどこに行こうがお守りする、それだけだ。連邦の戦闘艦に狙われたらイーダス同様アルダスはひとたまりもありません。くれぐれも慎重に。向こうの方が先にこの星の皇帝と連携していたんです。それならこちらもこの星の王女殿下と連携して解決に当たっても問題ありませんよね。ね。自分たちがそうしたいと思ったから私たちは星の世界へ来たんです。結婚式場にあったあの装置、スコピアムになるためのもんだったのか。自分の息子まで巻き込むとはなんて野郎だ。ボルドールのやつは一体スコピアムの何に惹かれているのだ。何やら妄執に近いものを感じる。今日はエビが安いっすね。ボイルしたエビとかどうすか。巻
き込まれただなんて。自分たちがそうしたいと。ところに来たじゃないか。ちょっと頼みがある。悪いが、この猫をバイルまで運んでもらえないか。バイルとの情勢悪化は知っての通りだろ。治療は済んだってのに飼い主が引き取りに来れないんだ。こんな中動けるのは君たちくらいだ。申し訳ないがよろしく頼む。こんな中動けるのは。ラッキー。リーファの牙がないのはその時にリーファが加えて。向こうの方が先に。それならこちらも。スミか。お前はスミなのか。なんとなんと、よもや無事にお前と会えるとは。スミ、お前はわしを忘れたのか。ほれぼれのわしでもお前を忘れていないというのに。邪魔するぜ。うちの店は元軍。配送の仕事より楽だったな。白揃いはお気に召し。サンキュー。スミ。Thank you.
趣味。どうぞ。以前はかなり曲がってましたもんね。あいつは長くここにいたから少々寂しくもあるが、国の間で引き裂かれるなんざ猫だろうと辛いもんだ。配送の仕事より楽だったな。他の人に頼りましょう。え、飼い主のことを覚えてない？あいつらしいが、まあ少しずつ戻るんじゃないか。しかしせっかく顔出してくれたってのにすまんな。相変わらず何もないが、ゆっくりしてってくれ。え？かしかし。私を思い出そうとせんのじゃ。じゃが、スミも好物を食べればわしを思い出すやも。すまんが、ちょっと買ってきてもらえんじゃろうか。スミの好物はバイルでは手に入らんのじゃ。どうかよろしくお頼み申した。これじゃ、これぞ炭の好物の品。これさえ食べればきっと思い出してくれるじゃろう。配送の仕事より楽だったな。さあ炭、お前の好物じゃ。わしがよくお前にやってたじゃろ。どうじゃ、よしよし、そうかそうか、うまかろう。炭もやっとわしを思い出してくれたようじゃな。よしよしよし、ビープス宛ての積み荷を私に。
そう、なるほどね。もう届けたくてもどうにもならないもの。でも今これを役立てられるのは私ではなくてあなたたちよ。持って行ってちょうだい。でも王国との和平を望まない一部の帝国軍がテラヌスにて反乱を企てているとの情報を得たのです。あの船に詳しいものとなると限られている。現地に赴き噂が事実ならば制圧をお願いできませんか。協力感謝する。各地で未だくすぶる煙、一つずつ片付けていかねばな。協力感謝する。あとは私に任せてもらおう。
準備した方が良さそう。これって無敵な感じしません？滅殺！治療します。アクセス治療って敵は弱ってるわ。警告、エネルギー残量不足。戦闘に備えてください。よし、無理しないでください。活動停止。約束を果たす。死ぬわけにはいかん。何者かがいるぞ。わかったわ。ラッキー。警告、エネルギー構成反応。活動停止。出力。これって無敵な感じしません？安全は確保。
ラッキー。反乱の企ては事実でしたか。決行前に制圧できてほっとしました。配送の仕事より楽だったな。戦争が終結したといっても物事が万事解決するわけではない。真の平和をもたらすためにはまだまだやらねばならないことが山積みです。戦争が終結したと真の平和、届けてくれました。って、もらってきちゃったんですか。まあ、ロラさんがいいならそれでいいんでしょ。配送の仕事より楽だったな。星も様々、人の気持ちも様々ですけど、故郷を思う気持ちはそんなに違いはないと思います。私たちは荷物を運んでいるのはもちろんですが、そういった気持ちも結構運んでいると思うんですよね。